若者たちの国際社会に対する理解を深めようと札幌でフォーラムが行われました。壇上に上がったのはアメリカのニューヨークタイムズで東京支社長を務める元子リッチさんです。ハーフをテーマにテニスの大坂なおみ選手や沖縄県の玉城デニー知事など外国にルーツを持つ日本人の活躍が増えていることを例に多様性への理解が成長につながると講演しました。その後参加した高校生大学生は討論を行いアメリカをはじめとした国際社会への理解を深めました。